国家学会は1887年2月に設立された帝国大学法科大学の研究団体。機関紙として国家学会雑誌を発行し、現在に至っている。伊藤博文、国家学会の発足に大きな役割を果たした。国家学会設立の背景には近代日本の学問研究における政治学の自立が大きく関わっている。 すなわち、明治初期、唯一の大学であった東京大学において、政治学の専攻部門は、政治学理財学科として、経済学と共に文学部に管轄されていたが、1885年12月法学部に遺憾、さらに翌1886年3月の帝国大学霊交付により、帝国大学法科大学の政治学科として改編された。 これに伴い政治学の研究は従来所属していた文学界から分離し1887年2月、国家学会として独立、ついで翌3月には帰還し、国家学会雑誌を創刊した。しかし学会設立の要因に際しては、戦術のような東京大学内部の事情のみならず、当時憲法草案をほぼ完成していた伊藤博文が渡辺孝樹に対し、 大二国科学の研究を進行し、広宿国民をテ定立憲の本義とその運用道地らしむることが含めて必要であると助言したことを大きく関わっている。つまり、明治14年の政変の結果、英米系及び仏系の法学が管理学校から排除され、これらの拠点が私立の法律学校にシフトしたことから、政府は私学に対抗し管学をドイツ系法学、 国家学の取り出にしようとしたのである。そのため、国家学会の発足は、一般に、日本のアカデミズムにおける、ドイツ学優位の確定として位置づけられている。以上のような事情から、発足当初の学会は、学外の政治家、官僚との結びつきが強く、会員には、学者、大学教官のみならず、伊藤のほか大隈重信、井上薫、井上武氏、 渋沢栄一など国家学専門の名詞にして本会の目的を協賛する学外長名人も含まれていた。この結果として学会内には運営について憲法を中心とする国家学、ドイツ学の啓蒙普及を重視する一派とそれに反対し純学理を重んじる一派が存在していた。しかし次第に後者のグループが大勢を占めるようになり国家学会は 東大法科内部の広報学、政治学、経済学の研究者団体に準化した。1943年に財団法人化し、現在に至っている。戦術の伊藤との関係により、1889年には、大日本帝国憲法と皇室天板の公式解説書たる憲法義家及び皇室天板義家の判件が、著者の伊藤から学会に寄贈され、同年に、 学会から交換され、基本財産となった。観光物としては、創立30周年記念出版の明治建政経済史論、50周年記念の国家学論集、戦後に観光された新憲法の研究、100周年記念の国家と社会などがあるが、最近は機関誌国家学会雑誌の観光が中心になっている。ありがとうございます。